弟子屈町公式ニュース。今日はですね、アメリカオニアザミって言って、外来種の植物の駆除をしてます。外来種ってことで海外から入ってきた植物なんですけども、これが増えることですね、この辺りにもともといた在来種がなくなってしまうというですね、のを防ぐために、でこの活動自体も3年目になるんですけども、今日はですね、実際20名弱の方がボランティアスタッフとして活動に参加してもらって、徐々に活動する人も増えてきて、活動も広がってるかなっていうのが実感します。駆除するっていうことだけじゃなくて、なんでここにこういう外来植物入ってきちゃったかっていうのを考える機会にもなればなと思って活動してます。最後までご覧いただきありがとうございました。日本一の自治体運営チャンネルを目指し、これからも動画をどんどんアップしていきます。まずはチャンネル登録者数の人口超え、目指せ7000人。チャンネル登録よろしくお願いします。